そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、今回のご質問は、純23さんからです。ありがとうございます。純23さん。うん、難しいな。はい、まあ、初めの3は数字。うん、そうですね。はい、次、継承。継承、はい。純、うん、さんなんですよね、はい、おそらく。さあ、今日はちょっとあのね、今週はお土産ラッシュでございまして。ありがとうございます。はい、かなりの量のお土産いただいているので、あの3つずつ。紹介して日替わりとまでなんですけど、まあ結構な量をいただいて、はい、いつもありがとうございます。あの催促はしてません。催促は全くしておりませんって皆さんに言いながら、お願いしますと顔が言ってます。顔が言ってます。はい、まずは北九州から、北九州で福岡は北九州市から来ていただいたお客様ですね。これ片パン、以前もね持ってきてた、なんかすごい有名なんですよね。あの従業員のために作った、あの健康は顎からっていう、確かにすごい硬いですよね。確かにイメージで言うと、僕も前食べた時に、でやっぱりこうしっかり噛むことで、うんうん、顎が鍛えられるという片パン名物で、北九州の名物持ってきていただきました。ありがとうございます。おそらく僕がお酒が好きだということを日々言い続けているのがたたって日本語おかしい。はい、こちらはね、京都の伏見区から、木桜酒造ですね。あ、木桜さん有名な、ね、カッパのやつ、ね、そうです、カッパで。僕ね、この京都伏見っていうと、あの僕あれをすぐ、あの弱虫ペダル の、うん、あのライバルで、うん、京都伏見っていう高校ってめっちゃ強いんですよ、一、人すごいやつがおって、うん、って言うたら、いや弱虫ペダル見てませんって言われました。まあまあ僕の勝手なイメージで、はい、でも多分京都伏見の人は皆さんこの木桜飲んでるかなと、うん、はい、思ってます。そしてこちら、これは地元の、実はお客様で辻製製菓さんっていう、うん、まあ、あの会社にの、まあ、もうこれ言っていいっていう社長さんが来ていただいて、うん、で、まあ、あの実は動画してるのを知らずに来ていただいて紹介できてくれたんですけど、うん、なんか動画してなんかいろいろ紹介してるんやねって、送るわっつってあの送ってくれて、あのなんかこれは、はい、あのそう、冷凍で、今さっきまで冷凍庫にいました。タルト、はい、タルト美味しかった、うん、これあの2箱送ってもらって、一箱はしれっと食べました。で、一箱ちゃんとね、はい、っていう感じで、もう本当ね、あのなんかこういう紹介をしてるおかげで、なんていうさ、そういう地元のものも紹介できるって、僕は、うんうん、だから決して催促はしてませんけど、やっぱりこういうのをしとってよかったなと思います。そしてもしよろしければ送っていただければと嬉しいね。はい、嬉しいですね、うん、こうやってね、なんかこうやってゆみちゃんなんか僕に言わせてますけど、しれっと持って帰りますからね、はい、美味しいです、ありがとうございます。はい、もう行きましょうか。はい、はい、いただきます。はい、いつも楽しく視聴しています。はい、フェアウェイウッドやユーティリティが苦手で、200ヤード前後のティーショットはスリクソンのアイアン型ユーティリティの2番を使っています。はい、頑張って振らないと飛ばなくなってきたため、キャロウェイ TI340 ミニドライバーを購入しました。ユーティリティより飛ぶようになりましたが、ドライバーに比べて、クラブが 20g ほど重く、ちょっと重さを感じます。はいはい、ドライバーとのシャフト重量差はシャフトの長さを考慮してどれくらいが理想でしょうか。ドライバーはステルスグローレプラスで総重量 304g、感覚的には315、シャフト重量がまあ 60g くらいが理想かと思います。ご回答お願いしますということです。はい、これ結構よく聞かれる質問ですね。うん、キャロウェイのミニドライバーって約 43.5 インチなので、私がいつも話してるドライバーよりもシャフト重量を 10g 程度重くする長さっていうまでほど短くないんですよ。うん、僕はいつもこれはイーゴルスさんの記事でも書かせてもらったことあるんですけど、うん、ちなみにイーゴルスさん今ゴルフのニュースっていう題名変わってますので、はい、それ一応皆さん僕が宣伝するのもおかしいんですが、イーゴルフっていうところから今ゴルフのニュースっていう名前に変わってますので、皆さんぜひゴルフのニュースで検索お願いします。はい、で、まあ、そのところに書かせてもらったことあるんですけど、 42.5 インチっていう長さを境目に重量を 10g 上げるか、そのままストッカーを考える、僕はいつも言ってるんですね。で、要するに例えば重さっていうのは常にもう長さと比例します。だからそのミニドライバーって結局短いから重量重くしない、シャフト重量重くしないかんのでしょって言いますけど、 43.5 インチやったら重くする必要はありません。うん、はい、だから要は簡単に結論からいくと、キャロウェイのミニドライバーは
現状のメインドライバーがステルスグローレって言ったんですね、うん、でステルスグローレは、50g 内のシャフトが入ってるんやったら、キャロウェイのミニドライバーも 50g 内にするのがベストですよってことです、うんうん、はい、あの 10g 重くする長さの目安っていうのは先ほども言いましたけど 42.5 インチなので、それを下回った時はちょっ と、10g 上げてもいいかなって考えるだけで、もう基本的にミニドライバーとか一般的なスプーンの長さっていうのはあのシャフト重量を上げる必要はありません、はい、あのちなみにこれ総重量 の、 あのフローはあのウッド系って言われたら1インチで 10g っていうのを一つの目安に話してますけども、純23さんのメインドライバーのちょっと難しい点はヘッド重量がやや軽いということなんで、あのメインドライバーグローレなんですけど、グローレシリーズって一応シニア系のクラブなので、まあ、あの最近流行りの重いヘッドと比較すると 5g 程度はやっぱ軽いんですよね。なのであの一概にミニドライバーの総重量計算とはできませんが、ミニドライバーを 320g までに収めておけばそこまで重くは感じないと思います、うん、現状が 300?304 ドライバーがですね、うんうん、で、20g ぐらい重いってことは、キャロウェイは324か、うん、キャロウェイの方は324、これはちょっと重いですね、うん、だからあのさっき言った 320g 以内で収めとけばそこまで重くは感じないと思うんで、ミニドライバーで、あと同様にこれ結構勘違いしてる人おるんですけど、ミニドライバーのヘッドっていうのはあの当たり前ですけど普通のドライバーより重いですからね、短いわけですからヘッド重量重いので、あのミニドライバーのこれちゃんと言います、ヘッド重量この前測ったことあるんですけど、ミニドライバーのヘッドはスリーブ込みで 213g 前後です、はい、なのでシャフト重量をこれ 60g にするとグリップを加味すると間違いなくさっき僕が言った 320g は越してきます、うん、はい、なのでシャフト重量は絶対 50g が必須になります、うん、でそうしていくと 213g と 50g とグリップ 50g あと接着等々でいけば、まあ、320は越すことはないかなと思うんですよね、うん、だから、なかなかこれねミニドライバーのヘッド重量って調べることできないと思うんで、うん、難しいと思うんですけど、僕らは抜くんで測れるんで、だからこの前測ったら213ぐらいだったんですね、だから、計算はすごい難しいと思うんですけど、とりあえずこの質問に関してはシャフト重、ミニドライバーのシャフト重量を 50g 台にしてあげたら今の違和感は消えると思います、はい、だからまあ今純粋に入ってるのが、シャフト重量 64g を 50g 台にしたら 320g 切ってくるんですよね、うん、そうだったら今のドライバーと の、 その重さの違和感というのは消えると思います、うんうん、はい、なので、まあ、番手というよりかは長さでシャフトの重量、素晴らしい、そうみんな番手で言うんですよ、だから例えばじゃあさっき 42.5 インチっていうのも5番ウッド相当なんですよね、うん、でも5番ウッドでもそれより長いやつもおれば逆に短いやつもおるんですよね、だから長いやつに関しては5番ウッドでもシャフト重量はドライバーと同じです、うん、だから動画でこれ毎回言ってるんですけど、動画では長さを言っても皆さんそもそも自分が持ってる5番ウッドの長さ知らない人多いじゃないですか、だから5番ウッドが大体その一つの基準になりますよっては言うんですけども、結局は長さなんで、そうまさにみちゃんが言うように番手ではなくて長さです、ただまあ7番とかになると 42.5 より長いものはほぼないので、だからやっぱ 10g 上げるべきかなとは思いますけど、5番ウッドって言えないのは5番ウッドでも長いやつも短いやつがあるんで、はい、で今回は43.5 インチの時点でもうこれはドライバー、うん、50g 確定です、うん、っていうふうに思ってもらっていいですね、はい、なるほど、じゃあこれ重たいっていうのは確かにもうそういう感覚の通りに重たい、うんうん、でだってヘッドが言うたら今のグローレはヘッドも軽い上にシャフトも軽いでしょ、うん、逆にミニドライバーは、当然、短い分ヘッドが重いですよね、うん、それにシャフトも重くしたらそれは重いですよね、うん、はい、ということで、はい、50g で、うん、はい、ぜひ試してみてください、はい、それでは純23さんご参考になりましたでしょうか、それではサタデータケちゃんゆみちゃん、また来週、バイバイ、これ23は何でしょうかね、年齢、誕生日じゃない、あ、純23ってことは明治純6月か、そう情けない、チャンネル登録高評価でタケちゃんゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。